張飛燕は漢王朝の第十二代正帝の寵愛を受けた女性です。中国では美女のことを漢飛燕僧と表現することがあります。漢は楊貴妃の名前の玉漢の漢で、燕は張飛燕の燕です。つまり豊満な美女の代表格が楊貴妃ならば、スレンダーな美女の代表格が今回の主人公の張飛燕なのです。この連載の第5回でご紹介した王将君は第11代元帝の時代の人で、張飛燕と王将君とは20歳ほどしか離れていません。二人は互いにその存在を知っていたことでしょう。中国の長い歴史で燦然と輝くスーパー美女が同時に生きていた稀有な時代でした。漢女の外戚伝に張飛燕について詳しく記されています。それをもとにして彼女の生涯を概観してみたいと思います。長安の宮中の下僕の家に生まれた張飛燕は、生まれてすぐに両親に捨てられてしまいます。ところがそのまま3日間も生き延びたため、両親は彼女を連れ帰って育てることにしました。成長すると彼女は漢の第十二代皇帝正帝の姉の楊和公主の家の下女となります。ここで歌や舞を習い、踊る姿が軽やかでツバメのようだったことから、飛燕と呼ばれるようになりました。ある日、楊和公主は正帝を屋敷に招き宴を開きます。正帝は舞を踊る張飛燕を見て一目で気に入り、後宮に入れました。張飛燕には妹の豪徳がおり、間もなく豪徳も後宮に入れられ、共に少女となりました。少女というのは後宮の女性たちの称号の一つで、皇后、将棋に次ぐ高い地位です。紀元前17年に正帝の正妻である許皇后が廃位されました。正帝は張飛燕を皇后に立てようと考えました。正帝の母の王政君に出自が卑しいという理由で反対されますが、数ヶ月後に彼女は皇后に立てられました。その後、正帝の寵愛は皇后に次ぐ地位の将棋となった妹の豪徳に移っていきます。豪徳が与えられた住居について、漢女はかつてない贅沢な装飾が施されていたとしています。紀元前7年、正帝が突然崩御します。正帝はもともと体が強く、病気もありませんでした。それなのに豪徳と夜を過ごした翌朝、起き上がれなくなり、言葉を失って昼に亡くなりました。民衆は豪徳が死に関与していると疑い、彼女を非難しました。皇太后が皇帝の死の原因の調査をするように命令を出すと、豪徳は自ら命を絶ちました。正帝が亡くなった後、張飛燕の後押しもあって18歳の愛帝が即位し、彼女は皇太后となりました。その後、妹の豪徳が正帝の子供たちを殺していたことが発覚します。愛帝は張飛燕の兄弟やその家族を諸人に降格し、両政軍に移住させる命令を出しましたが、張飛燕への恩義もあって彼女の地位はそのままとしました。しかし、愛帝が崩御した後、後ろ盾を失った張飛燕は王猛の進言により諸人に降格され、北宮に移住させられました。王猛は正帝の母の王政君の甥で、後に漢王朝を簒奪する人物です。失意の張飛燕は自ら命を絶ち、その一族も破滅に追いやられました。張飛燕について漢女に書かれている内容が概ね事実と考えられるのですが、波乱万丈の生涯ではあるものの、中国5000年の歴史の中の有数の美女としては、逸話にインパクトが足りないような感じもあります。彼女を漢飛燕僧という表現が生まれるほどの歴史的美女にのし上げたのは、張飛燕の時代から数百年後に書かれた飛燕外伝という文芸作品です。飛燕外伝は事実をもとにしたフィクションで、複雑な人間模様なども描かれています。漢女と飛燕外伝との主な違いは次の通りです。
まず張飛燕の出自が異なっています。長安の宮廷で使用人として働いていた両親の子というのが史実ですが、飛燕外伝では皇統王の孫娘の私生児ということになっています。この改変はもともとは高貴な身分でありながら卑しい境遇に落ち、再び高貴な身分に戻ることで物語性を高めようとしたものと考えられます。張飛燕、豪徳のいずれも子宝に恵まれなかったのですが、その理由について飛燕外伝では肌を滑らかにする薬などの乱用のためだったことが示唆されています。飛燕外伝では張飛燕は弓を使う者および遠赤砲というものと関係があったようであり、また遠赤砲は豪徳とも関係を持っていたことが示唆されていますが、漢書には2人が皇帝以外の者と密通していたとは書かれていません。聖帝の死因について漢書にははっきりとは書かれていませんが、飛燕外伝では豪徳が皇帝に精力剤を過剰に摂取させ、それが原因で亡くなったと示唆されています。張姉妹はいずれも自殺するのですが、飛燕外伝では豪徳は聖帝を失った悲しみと聖帝亡き後の権力争いへの恐怖のために血を吐いて死んだとされています。張飛燕については結末が述べられていません。漢書に記載がある豪徳が聖帝の子供たちを殺害したことについては飛燕外伝では全く触れられていません。飛燕外伝には美しくかつちょっと官能的なシーンもあります。これが後世に広く読まれるようになった一つの理由でしょう。長文なのでここに全文を載せることはできませんが、中でも印象的な5つのシーンをご紹介したいと思います。初めて皇帝に召された時、張飛燕は目を閉じ固く拳を握りしめ、涙が頬を伝い震え、皇帝を迎え入れることができませんでした。皇帝は彼女を抱きしめましたが、夜が3回過ぎても交わることはできませんでした。しかし皇帝は不満には思いませんでした。長期にどうだったかと聞かれると、皇帝は豊かな膨らみがあり柔らかくて骨がないかのようで、控えめで遠慮深く、遠く思える時もあれば近く思える時もあり、礼儀正しい娘だ、どうして他の妃や侍女のような肩をすくめてかしこまっている者たちと比べることができるだろうかと言いました。張飛燕は義理の妹で侍女の範囲に言いました。私は3日間皇帝のことをよく見たわ。筋肉も肌もしっかりとしていた。皇帝はとても元気で、私はすごく痛かったの。張飛燕は南越から送られたレンゲ草のような紫色のスカートと碧玉の色のような軽やかな生地の服を着ていました。池の中央に建てられた大きな東屋で貴風草園の曲に合わせて歌い踊っていました。歌が盛り上がると強い風が吹き、張飛燕は風に乗せて歌を響かせました。風に揺れるスカートから桃をあらわにしながら言いました。見て見て、袖を振り上げて言いました。仙人みたいでしょ。古いものから新しいものの方に行って懐かしい人も忘れてしまうのね。皇帝は笛の演奏をしている無法に張飛燕が飛び去らないよう捕まえるように命じ、無法は笛を投げ捨てて彼女の足をつかみました。風が止み、張飛燕は帝のお気持ちのせいで仙人のように登ってしまうところでしたと切なく長いため息をつき涙を流しました。皇帝はますます張飛燕を愛しました。皇帝は以前雪の中で狩りをしてから男性機能が弱まり、十分に力を発揮できなくなりました。しかし豪徳の足をつかむと興奮が高ぶり立ち上げることができました。ところが豪徳がいつも体をねじってしまうので、皇帝は長持ちさせることができませんでした。範囲が豪徳に聞きました。皇帝は同志に特別に処方させた薬を飲んで力を得ようとしているのに、どうしてもできないのです。あなた様の足を持つだけで快楽が得られるのです。
これは天があなた様に与えた大きな幸運ではありませんか？それなのにどうして体をねじってしまい、皇帝を避けてしまうのですか？豪徳が言いました。体をねじって、じらして、皇帝の欲求が満たされないようにしているの。あなたの言うようにして、皇帝に足をつかませたら、すぐに飽きられて捨てられてしまうわ。どうして動かずにおられましょう？豪徳が夜に浴室に入ると、肌と体が光り輝き、ろうそくの明かりを反射しました。皇帝は帳の中から盗み見ていましたが、侍女がそれを豪徳に知らせました。豪徳は布で身を隠し、ろうそくを消させました。後日、皇帝は侍女に、黄金を与えるから黙っているように、と言いました。ある時、紫妃が皇帝との約束を気にせずに、帳を出たところで皇帝に出くわすと、豪徳に告げ口しました。豪徳は急いで身を隠しました。それ以降、皇帝は、帳の中の豪徳を覗き見し、袖の中には多くの金を忍ばせて、侍女や紫妃に出くわすたびに金を渡して口止めしました。侍女たちは皇帝の金を欲しがり、帳から出ては入ってを繰り返しました。皇帝は夜ごとに国庫から金を持ち出し、百両余りを費やしました。皇帝は奇跡の薬を求め、ある時多色香という薬が豪徳に届けられました。豪徳はすぐに皇帝に進呈し、一つで一回の幸せが得られました。豪徳はある夜、酔って一度に七つを皇帝に飲ませました。深夜、皇帝は豪徳を抱いたのですが、ここの絵の帳の中は笑い声が絶えませんでした。翌朝、皇帝は起き、服を着ようとすると精が流れ出し、止まらなくなって倒れました。服をめくって見てみると、有り余る精が寝具を濡らしていました。間もなく皇帝は崩御しました。求人が皇太后に知らせると、皇太后は豪徳を調査するようにと命じました。豪徳は、私は皇帝を赤子のように大事に思い、深い寵愛を受けました。この先、皇宮内の争いごとから逃れることができるでしょうか、と言って、胸を叩き、皇帝、どこに行ってしまわれたのですか、と叫んで血を吐いて亡くなりました。張飛燕の美しさは唐詩にも描かれています。李白が幻想皇帝の前で即興で作った七言絶句の清平調子、その2を読んでみましょう。生めかしい牡丹の枝についた露が香りを閉じ込めようとしているかのようです。楊貴妃の美しさは現実ですが、女神とちぎった後で、朝には雲、夕暮れには雨になって会いに行きますと言われたことが夢だったと分かった時には、断腸の思いをしなければなりません。漢の王宮の中で楊貴妃の美しさに並ぶ人がいたでしょうか。比べることができるのは、可憐な張飛燕が化粧をしたばかりの時だけでしょう。では、中国史を彩る美女ランキングです。これは前回までのランキングです。漢飛燕宋という言葉で、美女の代名詞ともなっている張飛燕です。漢朝を滅亡させたわけではないので、最上位グループに食い込むのは難しいかもしれませんが、どこまで順位を伸ばせるでしょうか。なお以下では、張飛燕とその妹の豪徳を不可分のものと考え、豪徳の業績も一部参入して考えてみたいと思います。警告指数は、中国の歴史を彩る美女たちの美しさを数値化したもので、警告形成度指数、寵愛指数、淑徳指数、推薦指数、逸字指数の5つの数字の合計で表されます。まず、国家や都市をどの程度危機にさらしたかを示す警告形成度指数です。その最小は0で、一国を滅亡させた場合に最高点の30が付与されます。張飛燕が生きていた時代に漢王朝は滅亡したわけではなく、途中で中断する時期を挟みつつも、漢王朝は張飛燕の死後も200年以上も続きます。
ただ、前漢から帝位を簒奪し、新王朝を建てる王蒙の年齢は、張飛燕とほとんど変わらず、新王朝が建国されるのは、張飛燕が亡くなってからわずか8年後です。理不尽の回で、漢王朝の第七代武帝が、彼女の魂を呼び戻すために同志の言葉に耳を傾け、皇帝のスピリチュアルなものを重視する姿勢が後の社会不安につながり、それが前漢の滅亡の原因になったとして、理不尽の警告形成度指数を3点としました。理不尽よりずっと前漢王朝の滅亡の時期に近く、妹の豪徳が皇帝の子供を殺害して王朝を混乱させたことを考えれば、張飛燕の指数は理不尽よりも多くなければならないでしょう。そこで張飛燕の警告形成度指数は5点としたいと思います。どの程度君主の寵愛を受けたかを示す寵愛指数はどうでしょう。最小値は0、最大値は30です。寵愛指数は君主を続婚にし、この女のためなら国を失っても構わないと思わせれば思わせるほど高得点となります。聖帝は超豪徳を楽しませるために、本来1錠飲むべき薬を豪徳の勧めで7錠も飲み、そのために命を落としたのだとすれば、この女のために自分の命を失っても構わないと思っていたと言ってもいいのかもしれません。とはいえ、国を失っても構わないと思っていたわけではないのと、これは張飛燕本人ではなく妹一人の業績ですので、その分を割り引いて張飛燕の寵愛指数は12点としたいと思います。性格の良し悪しを示す淑徳指数はマイナス15からプラス15の範囲を取り、通常は0で、性格の良さが際立つ場合はプラス、悪女と呼ばれるような場合はマイナスとなります。妹の豪徳は子を産んでいない自分への寵愛が薄れることを恐れてか、聖帝の子供たちを殺害したのは史実のようです。悪女の所業というべきですが、ただしこれも張飛燕がやったことではないので、淑徳指数は最小値の半分くらいとしてマイナス8点にしたいと思います。推薦指数は歴史書のみならず、詩や小説などでいかに美しく描かれているか、いわば感性豊かな文人たちに美女として推薦されているかを示すもので、最小は0、最高は10点です。飛燕外伝は彼女を歴史的ヒロインにのし上げましたが、彼女の美しさを称えるフレーズはほとんどありません。それに官能小説に分類されるべきもので、人の外面や内面、自然の美しさを描こうとする詩に書かれている場合と同等に評価することはできません。ただし李白の清平調子で楊貴妃の美を表現するために引用されている点は評価して、張飛燕の推薦指数は5点としたいと思います。羊指数はその他の突起事項を評価するもので、最小はマイナス15、最高はプラス15です。再三触れた通り、漢飛燕僧という言葉がスレンダー美人の代名詞となっている点は評価しなければなりません。また彼女は歴史上で初めて皇帝を副上司させた女性としても有名です。実際には皇帝が亡くなる直前の夜を共にしたのは妹の豪徳ですし、薬の過剰摂取が死因だとしても副上司したわけではないようなのですが、これらを総合的に評価し、張飛燕の羊指数は10点としたいと思います。以上を合計すると、張飛燕の警告指数は24点となりました。中国の歴史の中でメジャー級に有名な張飛燕ですが、妹の豪徳が皇帝の息子たちを殺害したことが大きく足を引っ張ってしまいました。とはいえ、もし妹がいなかったら物語性が薄れ、飛燕外伝が書かれることもなかったでしょうから、このランキングに名前すら出てこなかったに違いないと言うべきでしょうか。